賃上げ実現が重要な今こそ、価格交渉、価格転嫁を行い、日本経済全体を強くしてまいりましょう。経済産業大臣の斉藤健です。毎年3月と9月は価格交渉促進月間です。日本経済には過去30年もの長きにわたりデフレマインドが染み付いています。昨年はようやく30年ぶりの高い水準の賃上げが実現しましたが、今年も引き続き高い賃上げを実現し、デフレマインドを完全に振り払うことができるか、まさに正念場を迎えております。今年の春闘は物価高を上回る賃上げが実現する日本経済とする千載一遇のチャンスです。絶対にこのチャンスをものにしなければなりません。この3月は賃上げ実現の鍵となる価格転嫁のための交渉が本格化する極めて大事な時期です。しかし昨年9月の時点では発注企業の方から価格交渉を呼びかけていただいた受注企業の割合は約2割まで増えておりますが、その結果受注企業がコスト上昇分のうち価格転嫁できた額の割合は5割にも達しておりません。こうした状況を受けて政府は労務費を含む価格転嫁を強力に促すため、昨年11月発注企業、受注企業それぞれが守るべき行動指針を定めた労務費の価格交渉の指針を公表しました。まず発注企業の皆さん、コスト増加に苦しんでいる取引先企業を価格転嫁に応じることでお支えし、サプライチェーン全体を強くすることが必要です。価格転嫁に応じず取引先が疲弊すれば、結局は自分の首を絞めることになります。労務費の指針を確実に守り、直接の取引先へ十分な価格転嫁を行うだけでなく、サプライチェーンの先端まで価格転嫁の波が伝わるよう、取引先に対してもさらにその取引先としっかり交渉転嫁を行うよう促していただければと思います。そして受注側の中小企業の皆さん、中小企業の皆さんが価格転嫁を成し遂げ体力を高めていくことは日本経済の発展に直結します。社会全体が価格転嫁に注目している今、思い切って発注企業へ価格交渉をお申し出ください。発注者側は詳細すぎる証拠資料を求めてはならないなどを定めた労務費の指針は価格交渉の武器にもなります。ぜひ有効活用していただければと思います。また4月には30万社の中小企業の皆さんを対象に価格交渉転嫁の状況に関する調査を実施します。調査票が届いた皆様におかれましては、ぜひ恐れることなくご回答ください。一つ一つのご回答こそ発注企業の取引方針を改善する大事な情報です。今年1月には過去最高となる220の社名が公表され、発注企業の取引方針が改善されつつあります。改めまして発注企業と受注側の中小企業の皆さん、コスト高への対応と賃上げ実現が重要な今こそ、サプライチェーン全体で価格交渉価格転嫁を行い、粘り強く継続し日本経済全体を強くしてまいりましょう。